まこなこです。前回徳川家康による加藤家をぶっ壊すやってきたところをなんとかしのぐことができています。今回はまた着々と豊臣家をぶっ壊すをやっていきたいと思います。いくつかの拠点取れそうですので、またさらに上の方、ここも少数の部隊向けておきましょう。4部隊ぐらいでなんとか倒せるんじゃないかなと。これで沢田城も取っていっていきたいと思います。また南の方ももう一つぐらい出せればいいかなとか思うんだけれども、八王子とかはちょっと攻めにくいか、もしくはもう上の方にいる部隊で徐々に関東内入っていくという手も当然あるので、そのあたりも狙っていく。下田に向けてまた部隊向けましょう。では結構な兵数送っておきます。あとは前田家だけは倒そうかなと思うので、この方向もなんとか行けたらいいんだけれども、どこが一番倒しやすそうか。敵今全部見るとだいたい2万3万4万5千ぐらいの兵数持ってるので、いいところで戦えれば良いんだけれども、そうした場所がなかなか見当たらない。ここ2万3000、2方面から行くというのが良さそう。まず一つ送って、進め、もう一つ南側から向ける。ここは2万分散させれば、それで進め、敵も倒しやすくなるでしょう。このような感じで進みましょう。さてこれでどうなるか見ていきましょうか。皆の力合わせよう。まずは東側、小諸取り付いて、これも自動でいいでしょう。です、真田城を取ったのは良いんだけれども、そのまま行こうとするとまだまだそこまで優勢というわけではないのかな。逆にこれ放っておいてよそ行くという手も。ここ行きましょう。進め、皆の力合わせよう。ここで敵がとどまってる。あ、違うな、今消えたね。行くぞ。だがどのみちここが1万なんぼという兵数抱えてるので、また出てくる可能性はある。だが出てこなくても包囲できるんだれば、この1万の兵は攻めてこれないんだね。このまま強行やっとけば。あー、出てきた出てきた。勝敗の行方わからないが、これ外でもう終わらせましょう。負けてる。さすがにこの既得権益は渡せないと言わんばかりの状況。じゃあのんびりと見ていきましょうか、周囲の状況。韮山があと23だが、この部隊は間に合いそうかな。15で来る。だが兵数は少ないので、来たとしても倒せそう。一方小諸は確か広い場所だったので、島左近来ても外で終わらせられると思います。ではここで対面で足軽レベル上昇を使いたかったけれども、これも使ってあるのかな。使ってあるね。ならばこのまま行きましょうか。ではさらに見ていきましょうか。これ前回こうあってやらなかったっけかな、交渉。多分やってる、すでに交渉も仕掛けてるとなっている。さて一方この方向も動きがありますね。まずここでの戦い、勝敗の行方わからない。外で、いや負けるか、あまり良くないねこの状況は。だがもうどんどんね外で終わらせてしまった方が、これも外でいけるでしょう。勝ちは揺るぎない。この志決して砕きはしない。続いてこの方向を見ていきましょう。福島正則、矛を収めてくれた。蒲生家も
ニラ山に敵部隊がやってきたけれども、これどうだろうな、これも勝ちが揺るぎない。天下を滑るまで負ける気はありません。また戦意も上がってきたので、まあ、そのあたり問題なく戦っていけるでしょう。この4万の兵も小田原行きましょう。さて他はここ宮津、今敵が来ようとしてるけど2万の兵なので、まあ、2万3000上限、勝てる気配は十分。兵糧攻めでニラ山落として、ならばこのニラ山からさらに南側行きましょうか。篠田進むのです。いよいよクライマックスだね、ここまで来たら。宮津城、ここはお任せでいいでしょう。早くこの部隊が来れば、多分ここの部隊少し解散すると思うので、そこら辺を狙ってるんだけれども、毛利と今徳川が戦っている。その隙に間に合わなかったかな。あー違うな、ここ羽生城そもそも兵出てないね。では全部出して、勝敗の行方はわからない、戦いましょうか。ここ一回勝てばもう前だけは終わると思います。では行きましょう。もうここは全軍突撃でしがみつぶしに倒していく。覚悟せよ。これでもう見ていきましょうか。まあ何かしらの、まあ、これこういうのがあるからね、どうかとは思ったけれども。奈落、奈落命令不可だが、もう全軍突撃しましょう。これで多分一気に全部倒せると思います。奈落は命令不可本当にね、もうね、いかにも後で作ったかのような展開が。さて突撃命令終了だが、軒並みしらみつぶしでここ倒してしまえば、この後の攻めが楽になるので全部倒しましょう。まず一つ倒した。二つ目、本陣切り込みだけれども気にすることもないでしょう。何かしら良い技があればいいんだけど、特段使う技がない。本陣切り込みは耐久が下がるので、そこら辺も狙ってあえて突っ込みましょうか。壊滅、アート全部で戦いましょうか。激励、いやーいいね、やっぱり全軍突撃でこのように終わらせられるのは。回想、やりたい前。さて最後一つ、敵の居所が分かりました。やりたい、これで前だけも終了でしょう。やりたい前、回想まで持ってった。久しぶりというか、今回のプレイで初めてかもしれない、敵を全滅まで追いやったのは。天下を滑るまで勝ち続けるのみ。これで敵も戦意が下がったので、あとあと楽になると思います。ここら辺全部解放して仲間にしましょう。もう今武将がねほとんどいないような状況なので、武将が欲しい。さてこの方向はもう良いとして、ここら辺まだまだ終わらないか小諸は。ご命令。一方もう少しで小田原に伊達政宗が到着。ではさらに見ていきましょう。小田原ようやく包囲ができそうです。強行でいけそう。さて他は小諸が早く終わってくれないかなとねいうところなんだけれども、この方向勝ちが揺るぎないにならないならば戦いましょう。ここでヘマするわけにはいかない。羽生城2回連続でねヘマするわけにはいかないんで、だがこれも全軍突撃で囲っておしまいといけそうなので楽に終わる。ではこのような編成でとっとと行きましょうか。行きましょう。もう川渡って
かわいそうにね、これ一人だけこんなところで置いてけぼりになってる。あとはこういう罠の影響はあるけれども、そこまで気にすることでもないでしょう。全部奥の方に行ってから全軍突撃をやる。切り込め。油断しました。横槍を入れろ。さて、あっさりと敵の兵数が溶けていく。一旦引くぞ。海藻まで持ってって壊滅。引くぞ。やりたい。前へ。前だけはこれでおしまいですね。メゴ姫、伊達政宗の嫁。このような戦もなくなるのでしょうか。東は政宗が、西は嫁が頑張っている。なのでもう前田家に関しては特段今後は説明することもなくね、進めていきたいと思います。さて一方この方向、小諸がまだ終わらないんでね、なんでこんな時間かかってるかがよくわかんないけど、あと16。使いの者が来たようです。前だけから交渉、ちょっと言葉がよくわからないので消火器でもぶっかけて追い返しましょう。これは最後これどこだろうな、沢田城かな、ちょっと見てなかったけれども、沢田城最後の戦い、これでようやく小諸を落とすことができてます。そしてどうするかなんでね、ここ最後の拠点残しておいて上田城最後おいしくいただくというのがいいのかなと。なのでそれ以外の場所、関東の中入っていきましょう。だがここは結構そばに砦とか、またこれ防塁あるので、この辺り事前に崩しに行くという手もあるかもしれない。のんびり戦国ゴンベイに行ってもらいましょう。でも出てくる可能性あるんだよね、敵がね。また浮田秀家はちゃんと行ってるか、これなんかと行かなくなってるんだよね、このルートが消えている。ご命令を。これなんでだろうな、まあ、一応岩月のマークは書いてあるんだけど、目標は。ではいくつか交渉をやっておきましょう。徳川家康と講和結べるようになっています。それぐらいかな今のところ。あとこの遠くのところもやっていきましょうか。忘れがちだったけど、かしこまりました。西はもうほぼほぼ黒田が取ったかのような状況。今米の問題も出てきているので、いくつか取ったならば一旦返しましょう。またこの戦国ゴンベ今出したけれども、まあ、無理に行かなくていいかなということで、これも返します。そばに準拳所たくさん作ったんで、まあ、有利に戦えるような状況、上田城最後持っていこうかと。さて米なくなる前になんとかいくつかまた取りたいけど、あと3ヶ月なんだよね。それさえ耐えればまた米が手に入る。見せるは今ぞ。ここで今小田原城を落とすことができています。さて残りあとわずか。もうこの方向から、玉縄方向から攻めましょう。米もあとわずかなのでそこをどう考えるか。ではさらに進めていきましょう。今8月なので、そしてなんとか兵糧は持ちそうな気配。さて岩月に敵がやってきた。これは本クルアまで行ってるから一つ部隊残しておいて、多分外で勝てると思うんだよね。もうこの志、決して砕きはしない。結構こっちが高かったけど、豊臣もそれなりに高かった。結構拠点取ってるからもう戦意向こう低いかと思ったら、そんなことがなく。さてあと少し。美濃和城今あっさりと逃げましたね。そろそろこの辺りも助けてあげてもいいかなとかね、思いはするものの、とりあえずね
ぶっ潰していかないとね、この辺りを。参ります、進みます。今この城、これでほぼほぼ西側は終わりかな。一旦返しましょう。あと一つ前だけ取れば黒い城全てが終わる。一方ここがなかなか終わらないんだよね、玉名は。さてまた秋になって米が手に入ったので、一気に部隊を出して豊臣終わらせてしまいましょう。ご命令を。これ豊臣終わらせないといつまでも一揆が発生するんでね、そのあたりも考えてやっていきます。かしこまった。ではさらに見ていきましょう。今敵がいくつか配置を変えてる。これで今前だけ全部倒すことができてますね。そしてそれによって大将権がいよいよ誕生というような、そのような状況にもなってます。これは全部武将仲間にしましょう。これでようやく武将面でも多少なりともね、また余裕が出てきた。だが次武将を得ようと思っても、この池だけ倒そうと思ってもすごく横に長いので、倒すのはちょっと厳しいかなと。物資を取りに行くのがね。なのでこの辺りをどう考えるか、もう武将面で、まあ、豊臣倒せばある程度武将はいると思うけれども、まあ、そこら辺期待でやっていきましょうか。一旦西は終わらせましょう。で東側もう数部隊を出しましょうか。では少ない部隊数で、それでもいいのでガンガンと部隊前に出して、強き者が玉縄取ったね。それが乱世。ここら辺ね、最後まで生き延びてくれれば仲間にする可能性もあったんだけど、でもう少しで多分徳川家康が動く可能性があるので、それまでになんとか行きたいんだけれども、ここの準拳所が厄介なのかな。遅れる者は切る。なのであそこの一つ上の拠点取れば。だがここも結構な兵力差がある。他準拳所ここにもレベル9のがあるし、でどこか多くの兵数で戦える拠点があればいいんだけど、全部ないんだよね。全部狭いところで戦うことになるから戦うのが難しい。遅れる者は切る。さてここやってきた敵が兵力差どれぐらいかわからないけど、外で終わらせましょう。勝利の光が勝ってますね。我が道を照らしている。そっかそっか、ならば今も兵数少ないうちに取り付いた方が良いのかも。出陣する。準拳所壊すよりかは。立ち戦だ。勝ち時を上げよ。さてさらに武将が壊されていく。無念だ。年貢取り立て人になったばかりにね。行きます。このような結末、沼田城ももう別動隊でいきましょう。これでほぼほぼ終わると思います。さて今一揆が起こってるのは豊臣との講和が結ばれないからなので、とっとと豊臣倒しましょう。では行きましょうか。徳川が毛利と戦ってくれてるので、そのあたりで問題なく進めてるかのような状況です。今川越取り付いた。八王子も取り付いた。これもお任せで。川越はあっさりだね。さて最後まで生き延びていたのにかわいそうに。あと押し城行けば終わりかな。これで出陣するとなると、この部隊をそのまま最後の拠点上田まで向けましょう。毛利と徳川がここで輪を結んだとなると、攻めてくる可能性が今出てきたということなので、そこら辺でどうなるか。ではあとわずか。お師匠も逃げ出したならば、もう念のためこれは八王子向けときましょうか。出陣する。八王子に部隊がやってきた。これも外で終わらせましょう。勝ちは揺るぎない。ならば政宗を返しましょう。あといくつか、4つぐらいかな。ここもかなり長く戦ってくれたけど、そして最後の最後でも武将がお亡くなりに。これで一服。あと3箇所のんびり取るまで待っときましょう。
ここ最後行方わからないになってますが、勝ってますね。あと上田城今取り付いて、これでおしまい。うん、だがそのおしまいまでの日数がすごく時間かかるんで、これはどうしたものかといったところ。だが包囲でずっとやっていけば終わるので、あと4ヶ月頑張りましょう。ご命令。今水攻めができたかな、お金手に入ったことによって。水攻めやりましょうか。さてここで徳川家康が助立ちいたす。徳川の隙にはさせぬ、我ら毛利は加藤にお味方いたす。ということでここで再び天下に汚れが多い徳川家が何か言ってるぞ。我が領内に敵が迫っています。沢田城に敵がやってくる。これはまあ1万6000なので間に合うんであればそこまで難しくはないと思うんだけど、ここ、まあ、手前側の海戦で終わらせるという手もある。では3万の兵を手前側に置いていきましょう。多分間に合うと思います。日数56、70、間に合うね。さて徳川これも倒さないとダメなのか。池田家が西側からやってくる。毛利が頼もしいね。なんとか毛利との共闘ができれば面白いんだけれども、とはいえ西側は1箇所しかやってこないので、2万3000、2万5000あれば十分。進め。だがならばもう攻めてしまいたい。特になんかこれ真田の顔がたくさん見えたんだけど、大丈夫かこれは。部隊複数出しましょう。あとはガモーが動かないことを願って。多分これでも兵糧6ヶ月しか持たないんで、ちょっとこの辺りはしっかりと見ていかないとダメかもしれない。まあ、どこかで講和会場をねやってしまうという手もあるんで、一方早くこの上田城沼田城を割ってもらいたいんだけど、川越にも敵がやってくる。ここは1万5000あれば十分。後に続け。適当に置いておきましょうか。即座に行きたいけどね、まあ、ちょっと兵糧の問題も出てきたんで、まずは豊臣を倒すのを終わらせたい。必ずや果たす。さてこれでどうなるか。蒲生家が今こうしなかったのは助かったんで、そこら辺も含めて。さて水攻めが今成功したのかな。画面が止まっている。今現在このような状況になってます。まもなく豊臣をぶっ壊すは達成しようかというところ。だがまだこのゲームの一つのクリアの目標である総武事例、これ右上の方、あと7つの国を取らないとダメなので、そこら辺なんとか寿命内に達成できるかどうか、また次回以降やってきますので、続き興味ありましたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。